はい、え、テニスのジの白川です。今日はですね、ストロークの運動連鎖についてお話したいと思います。周りの情報を見ると、下からのキネティックチェーンとかいうのばっかりしかないんで、それしかないのかよとか思うんですけど、実は体の使い方としての運動連鎖っていうかの3つあるんですよね。1つは、下からのキネティックチェーン。もう1つは、空中での運動連鎖。そして、マッセンジャーとロコモーター。 という三つなんですよね。それがテニスの中では動きが入り混じってるんです。この三つを理解して皆さんのフォームとかを見るといろんなことが見えてくると思います。それではその三つを簡単に説明していきたいと思いますね。これは皆さんがよく知っている地面からの運動連鎖ですよね。よくキネティックチェーンって呼ばれています。これ厳密に言えば コーディネーション能力の中の筋肉の連結能力ということが言えるんですね。指導ではとにかくこの動きに忠実にということが叫ばれていると思います。正直この運動連鎖に関して語られているのあまり見たことないんですよね。地面から両足が離れたらどんな動きがするかっていうのを一度見てみてください。 またうちのジュニアに登場してもらったんですけども、座った状態で足を上げてラケットを振ってもらいました。そうしたら上半身と下半身はこれ逆に動いてるの分かりますよね。地面に足をつけた時の運動連鎖と地面から足が離れた時の運動連鎖って全然違うんですよね。上半身と下半身がこういう風にねじれるように動くというのが特徴だと思ってください。 わかりやすいのがハンドボールですよね。ジャンプしてボールを投げるときに上半身と下半身をねじってますよね。あれと原理は同じなんです。パッセンジャーとロコモーターって聞き慣れない言葉ですが、テニスの動きには非常に重要な問題なんです。バランスを崩すとか、際どい状況のときなんかは、上半身と下半身を分けて使うんですね。 下半身が乗り物で、上半身がお客さん、乗客というイメージですね。詳しくは医学書を見ないとわからないので、下の概要欄に資料を載せておきますので、一度検索してみてください。これは難しくとも理論的に理解しておいた方がいいと思います。テニスにおいては、下半身をしっかり安定させて、上半身をしっかり使って打つという感じになりますね。 なので、下半身と上半身が全然別の動きになります。地面からのキネティックチェーンは筋肉と筋肉の連結によって力を生んでいるんですけども、パッセンジャーとロコモーターは地面からの筋肉の連携がありません。それって運動連鎖じゃないじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですが、一度トランポリンの上に乗って 下半身を固定して上半身だけでスイングをしてみてください。トランポリンが下から跳ね上がって地面からのエネルギーを感じるはずです。なので動作は運動連鎖ではないように見えますがエネルギーとしては下からしっかり連鎖されているんです。またこの3つを明確に使ってるというわけではなくてミックスがあるんですよね。例えばキネティックチェーンとパッセンジャーとロコモーターをうまく融合して打ってるような場合ですね。 このジュニアの足と腰を見てみてください微妙に固定してる部分と地面からの筋肉の連携もできてる部分も見えますしっかり地面からの筋肉の連携ができてないから手打ちじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが足の裏にかなり圧力がかかっているのわかりますか地面からのかなりのエネルギーの連鎖があります手打ちというのは地面からのエネルギーの連鎖を感じず本当に 手だけで打ってる状態を手打ちと言うんです。ちなみに片足を地面につけた状態でのジャックナイフは空中での運動連鎖と地面からのキネティックチェーン、筋肉の連結も含まれています。試合を3つの運動連鎖から見てみるといろんなものが見えてきませんか今のは下からの筋肉の連結がよくできてるなぁとか、今のはパッセンジャーとロコモーターだね。また地面からの連結運動と空中での連鎖がうまく混じってるなぁ とかそして今のはきっと地面からのエネルギーがちゃんと伝わってないからダメだなというのも見えてきます私個人的には地面からのキネティックチェーンばかりが注目されすぎるような気がするんですよねもちろんこれは非常に大事なことであることは確かなんですけど地面から足が離れればジャックナイフになるのは当たり前だというのが分かっていただいたと思うんですが実は多くのクラブでこれが禁止されている場合があるんですよね確か IMG もこれを禁止しているとも聞きました でも私なんかチビだから飛ばなきゃボールに届かない場合があるんですよね。あえてする必要はないのは分かってるんですけども。この辺柔軟な指導があってもいいんではないかなと感じてしまいます。下からの運動連鎖の注意事項があるので、それちょっと伝えさせてもらいますね。下からすごいこう伸び上がるっていうようなイメージがあるんですけども、ちょっとこの動画を見てみてください。頭の位置がそんなに高く伸び上がってないですよね。ショートラリーなのでそんなに強く地面を踏んでませんけども、 頭の位置を見てくださいねそんなにこう高く上がりませんよねそして地面を踏むと同時に前足が完全に伸びきってませんよね少しブレーキングする形になってますちょっとバックハンド側から見てくださいね前足見てくださいねちょっと後ろに下がるような感じですね 地面を踏んででちょっと下がりな感じですね。ここでしっかりこうブレーキングかけてますねまだジュニアなんで完全にできてるわけじゃないんですけども下からの運動連鎖こういうところを丁寧に作っていきますこれは最後股関節を入れたエクササイズですね下からの運動連鎖を股関節を使ってしっかり使えるように仕上げていきます やはり基本は普通のキネティックチェーンの運動連鎖が大事なんで今の動画のようにしっかりそれを基本として残りのパッセンジャーとロコモーターや空中での運動連鎖というのは応用でうまく活かしていったりまた普通の運動連鎖にうまくブレンドするとかその辺はそれぞれの工夫じゃないのかなと思いますでも最近すべてキネティックチェーンだとか 股関節のローディングだとかっていうのは大事なんですけどもそればっかりに走っちゃってるそればっかり意識が行き過ぎてんじゃないのかなという感じがするんですよねもう少し3つの運動連鎖をうまく活かしたような柔軟な対応も必要なような感じがします質問等は概要欄に連絡先とかも入れておきますのでメールで問い合わせていただきましたらわかる範囲でお答えはできますまたいろんな資料も概要欄にあるので また土日に練習会などもやってますのでよろしければ参加してみてください。ということで皆さん頑張ってください。